ステップ4、ピュア・イン・ e ックス・ステ e s 純粋と混合状態です。一つのキュービットを考,考えましょう。これが、まあ、一つの例にすると、重ね合わせは半分半分0と1なんですが、それはこういうふうには書くでしょう。ψ="0+1", まあ、もちろん、書くステーツには、割る ルートーですねマク y m リミックスステ t e というなんですが、それが混合状態、それが何にもわかんないんですが、ノイズは完璧にかけられている状況なんですが、それの密度行列が、まあ、ローイコール00の50%プラス11の50%には表現できます。 これがちょっとパウリー Z ベースでその規定で測定しましょう。これが計算規定で言いますか。すると、プラス1の確率とマイナス1に出てくる確率が、まあ、両方にはこれが50%の0になる場合と50%の1になる場合。ミックスステートだったら今後状態だったら 測定すると、と確率の0になっている状態の確率が50%で、1になっている状態の確率、これも50%なんですね。じゃあ、これが同じ状態ですか何が違うでしょうちょっと見てみましょう。X ベ a s にすると、まあ、もしかして同じ、もしかして違うんですね。見てみましょう。これが、まあ、 プラスの状態なんですが、そのプラスの状態は、それが、X19 の、ブロック級の X19 の,の,の一つの,のてっぺんのところでしょう。だが、この00プラス11のミックスステイト、混合状態だったら、これがプラスの,の状態じゃなくて、これが、 50%のプラスプラスの状態と50%のマイナスマイナスの状態。これは、と、これの証明は面白い課題にはなるかもしれません。これの社員にさせることをちょっと測定してみると、とプラス1の出てくる確率は、まあ、その半分半分の重ね合わせの確率がプラス1の出てくる ステートがそれの100%の,の確率です。マイナス1の結果が出てくる確率は0です。だが、ミックスステートの場合だったら、そのプラス,プラスのステートが出てくる確率が50%と、マイナスのステートが出てくる確率も50%です。これはミックスステートと重ね合わせの,の違いが,がいうと証明はできます。 そうすると、結構、使い方とあの使えるところには、それの結構は結構異なる,ことる場合もありますから、これぜひそれが注意していただきたいと思います。じゃあ、サムライズにすると、ピュ s ステートとミックス,ステート、純粋 s ステートと今後のステートにちょっと比較してみると、まあ ノーテーションとしては、記号には何に使うのか、ピュ s ステートだったら、ψ のステート e c クトルに,には使うんですが、とミックスステートだったら、ローの記号を使うでしょう。これが密度行列になるんでしょう。ピュ s ステートだったら、e c クトルと行列、両方は可能なんですけれども、ミックスの状態だったら、それが、えっと、密度行列だけに使えるんです。 純粋のステートだ,だったら、えっと、正規化の条件が,が、それが、えっと、内積の事情はイコール1しなければならないんですけれども、それ自分の,の自己内積。密度行列だったら、その行列のトレース e が1にはしなければならない。どのくらい知られてるのか、まあ、純粋の状態だったら、重ね合わせは になっているかもしれないんですけれども、その重ね合わせですと,とのは、はっきり分かっているので、まあ、これが perfect の、perfect の知識を持つと,とのは言えるでしょう。ですけれども、mixed のステート、今後の状態だ,だったら、それが、インパーフェクト、不完全なの情報はもしか持ってないので、本当に作りたかった状態になっているかどうかは何も証明はできません。 以上です。